いやーマジでこれはちょっと俺だいぶ怒ってますよ。いやマジで怒ってます。で、まあ、今回口悪くなるんですけれども、もう許せんからいろいろ言ってく。はい、どうもダルです。さて今回はですね、まあ本日10月31日要はハロウィンということでね、まあそんな日にですね、朝っぱちからですよ、情報解禁が行われまして、何ですか、新作舞台ハイ&ローザ戦国、何これ、マジで何なんこれ。いや本当にね、まあいろんなですね SNS だったりとかホームページとかね、ハイ&ローから一気に更新されて、まあ全部僕見ましたよ。ね、なんだろうと思って見たんですよ。僕は期待しました。うわ、新作映画からね、ハイ&ローの続編から、まあなんだろう、ワーストの方からわかんないけど、なんだろうなと思って期待してみたら、マジで何これ本当に。え、俺これマジで怒るよ本当に。いや何が怒るかって、え、これみんなに問う、これはハイ&ローですか、あのハイローですか、みんなが好きなハイローですか。え、違うよね。いやこれは違うよ。いやまだね、まあ正直舞台も何も見てないから何とも言えないっちゃ言えないけど、ただね、まああのなんだろう、まあそういうあらすじとか 見ましたよ。何、戦国時代活劇は、何、どこから来たの、もう、まあ、分からんマジで。いやこれはね許せん本当に。なんかさ、なんだろう、なんかさ、俺正直ね、まあ、このコンセプトで別の名前で舞台やるんだったら全然わかるんですよ。そう、例えば戦国時代をモチーフとした LDH が手掛ける舞台をやりますっていうね、この出演陣で、もう出演陣は豪華ですよ。宝塚の人だったりとかね、片寄くんだったりとか、陸さんだったりとかね、翔平くんだったりとか、いつきくんだったりとか、他にもね、例えばじゃあね、名前書いてあったのは小野塚くんとかね、あとは植木屋さとしさんですね、あのありましたね、あとは角川ドリームスのメンバーとかね、 D リーグからですね、あとはラグパウンドで、まあいろいろそうそうたるメンツ書いてあったんですけれども、いやこのメンツで新しい戦国時代の舞台やります LDH で分かるんですよ。それだったら全然別タイトルでって言うんだったら分かるんですけれども、いや何このさ、安易にさ、なんかハイ&ローってつけてやればみんなが注目して来てくれるだろうみたいな、なんかそういう魂胆が見え隠れする。何、え、し、ね、ちゃんとさ、ね、新しく名前つけて新作タイトルでやる勇気があるんだったら分かるけど、なんだんこの、もうハイ&ローってつけておいて、もう全くわけのわからん戦国時代活劇とか何ですか。いや例えばよ、じゃあ反対にね、ハイ&ローでね、例えばじゃあね、今までやれてなかったスピンオフとかを舞台でやりますとか、スウォードの世界観でやりますとかだったらわかるんだよ。そっちだったらまだわかんの、舞台でやるって、そういう元々のコンセプトとかさ、プロジェクトのコンセプトがいろんなエンターテインメントと一つのコンセプトを共有するっていうのが今回のね、まあ、このねハイ&ローのプロジェクトのね趣旨だったからわかるんだけど、いや今回に関してはマジで俺は応援できない正直。あのね、みんな目覚ませ本当に。あのね、あの今回のさ YouTube のさ、なんだろう、予告のさコメント欄にね、あの、え、期待しちゃうとかね、納得できちゃったとか、何これ楽しみとかいろいろ言ってる人いますけど、目覚ませ、これハイ&ローじゃねえってマジで。もう俺は言う、だってもう違うじゃん、どこから来たの戦国時代って。もうさ、あらすじ読んだだけでこれはハイローじゃねえって俺は思っちゃったよ。だってスウォードのスの文字もねえもんマジで。なんだよこれ。例えばよ、俺が100歩譲って許せるとしたら、で戦国時代のコンセプトでハイ&ローでやるっていうことで許せるのは、例えばハイ&ローのスウォードのね中に出てくる人物、例えばわかんない、じゃあ例えば藤代がね、何かの表紙に戦国時代に飛ばされちゃった、もうわけわかんないけどね、戦国時代に飛ばされちゃった、だったらその戦国時代でてっぺん目指すぜ、これだったらわかんの、なんかね、うん、100歩譲って。でもそうじゃないじゃん、スウォードに出てくる面々が なんか出てきそうじゃないじゃん、もうなんかもうわけわかんないじゃん、次の舞台は戦国時代とか、はぁってなるわけなんですよ。まだ正直廃炉の世界観で描けるところあるよ。例えばさ、ファイナルミッションの最後エンドクレジットで出てきたバルジっていう存在がいるでしょ、あいつ誰とかさあるじゃん。そう、マイティウォリアーズ関連のお話とかさ、まだまだ掘り下げられるお話あるし、例えばじゃあワーストで言うならよ、ハイ&ローザワーストで言うなら、俺正直ね、あの藤尾と、サチオとあのマリオ、この3人のバトルとか正直見てみたいよ、怠慢してるやつとかね、そういったのもあるし。いや、なんなんマジでこのわけのわからん戦国時代って、俺これだけは許せん本当に。
もうさ、ハイアンドローめっちゃ好きなの俺。だからさ、まあ、運営はさ、まあ、何かしらの意図があってこういうことやってるのかもしれないけど、ファンからしたら、僕からしたら受け入れらんないよこれは。ねえ、ねえ、正直映画で、まあ、映画で戦国時代やりますとかも言われても分からんけどね、この同じコンセプトで戦国時代で、で戦国時代活劇でハイアンドロー、いや分からん、繋がらん、何これってなるから、なんなんあんなさ、まあ一丁前にかっこいい予告をね出されても、バーンっていつものナレーションの方で次なる舞台は戦国時代とか言われても分からん、本当に。いやもう嫌だ、なんかうーって感じ、うわーって、ちょっと期待した俺が損したもんね、朝からね。いやー許せん許せん、これだけは、これだけは本当に俺やら、ごめん。こんなさ、なんかね言うのもあれか、しかもさ、しかもね、めちゃめちゃスケジュール多いよね今回のさ、ハイ&ローザ戦国1、2月めちゃめちゃ稼働してるよねこの舞台さ。だからランペとかジェネとか来年の1、2月は全く稼働しないってことになるんですかね、わかんないけど、めちゃめちゃ多かったよもうね。2月末までずらーってスケジュールさ、1月の終わりから2月の終わりまでうわーってスケジュール、よかった見てみて、もうすごいから、そこまでやるっていう、いやーなんかどう、もうこれはみんなの意見を伺いたい、聞きたい。俺は、俺の意見としてはもう本当に許せない、本当にもうこれは運営に届いても別にいい、許せない、だって違うもん、ハイ&ローじゃないもん、もうちょっとじゃあ説明してって俺は思う。このハイ&ローという名前をつけてこの戦国時代活劇をやる意味ね、あのハイ&ローの世界観なのか、そこにはとね、あのそういうところをしっかりと説明をしてほしい。俺は今の段階ではもう訳がわからん、もう何やってくれてんだとしか思ってられるよ。ハイ&ローのあの大好きな世界観を使って何やろうとしてくれてんだって思うわけよ。これはどう、みんなそう思わないですかね。えだってさ、ねえ、名前つけて何でもやりゃいいっていう問題じゃないよ。ハイローっていう名前をつけて何でも やれますっていう話じゃないからね。俺はあのスウォードの世界観がハイ&ローだと思ってるわけなんですよ。違う、みんなそうじゃない。まだ DTC とかはダン鉄千春だったからよかったよ、うん、でもさ、でもさ、いや一応ね、小野塚隼人さんとか植木屋聡さんとかは、例えばじゃあ安木用の清だったりとかね、クリューのね麒麟寺とか演じられてた方々だからね、あのその役で出てくるのって思うし、でも絶対違うじゃん戦国時代とか言ってるから、もう何なの本当に、もう訳が分からん。まあ、今後のね、まあね、情報に注目かなとは思うんですけれども、まあ、僕は行かないかな。例えばじゃあこれがね、あのハイ&ローの本筋のストーリーに関わってくる重要なお話を舞台でやりますって言われたら見に行きたいなって思ったけど、今の段階ではもういい、もう何これって思ってるから、本当にもう興奮してね、あの涼太くん出る、陸くん出る、翔平くん出るとか、もうあの樹くん出るとかでうわーって湧いてる人いるかもしんないけど、いやでも俺はそこじゃなくて、そのストーリーとかその世界観的に、いや違うって思ってるから、なんか正直なんかうーんって感じ。なんかごめんなさい、こんなね、なんかもうなんか我慢できなかった、もうこれは言いたかったからあえて言わせていただきました。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。ではまた次の動画で、バイバイ。